やけに遠い目をしていらっしゃるけれど、もしや何か考え事をしてらっしゃるの？普段のあなたの仕草を見ていれば大方わかるわ。でもその思考までは読み取れない。何を考えていらしたのかしら。そう、あなたにとって大事な方なのね。でも今は私といるのだから、そのとにかくそういうのはいかがなものかしら。私のこと、ごめんなさい、取り乱したわ。そのもう少し深くお聞きしてもいいかしら。あら、紳士様は案外食いしん坊なのね。そう言われると私も心なしかお腹が空いてきたわお互い様ね。